はい、皆さんこんにちは、足尾です。今回は JR 西日本広島駅行き止まりのご紹介です。広島駅は山陽新幹線、山陽本線、芸備線の駅ですが、8番線芸備線乗り場が行き止まり線になっています。見学は2009年8月です。よろしくお願いします。JR 西日本広島駅は山陽新幹線と山陽本線の途中駅ですが、中国山地を縦断してきた芸備線の終着駅でもあります。山陽本線は広島駅を貫通し東西に線路を伸ばしていますが、芸備線は広島北方より駅構内に乗り入れています。構内配線略図です。広島駅は山陽本線や芸備線のほかに可部線や呉線の列車も乗り入れており、各線の多くの列車をさばくために4面9線の配線となっています。芸備線列車は8、9番線を使用しており、そのうち8番線が行き止まりとなっています。行き止まりの分類は切り欠き型です。線路終端部の様子です。線路終端部材の構成は M 周、枕木、第一周車止め、車止め標識、清掃艇です。広島行き芸備線列車からの全面展望です。場内注意源示、進路は8番です。構内の多くの分岐器を通過していきます。この分岐器右方向が芸備線乗り場方向です。この分岐器を直進します。右方向は9番線ホームに差し掛かり、左にカーブしながらゆっくりと進み、到着です。8番線は電化されていないので電車列車の入線はできません。跨線橋を降り8番乗り場へ向かいます。右が7番山陽本線乗り場、左側が9番芸備線乗り場で、8番芸備線乗り場は前方30メートル先と案内されています。9番乗り場にも8番乗り場への案内があります。発車案内表です。8番乗り場は19時20分まで出発列車はありません。8番乗り場の様子です。8番乗り場切り欠き部の様子です。8番乗り場中央部より下り方を望みます。振り返って上り方を望みます。駅名表です。矢賀は芸備線の駅です。今回は JR 西日本広島駅の8番芸備線乗り場行き止まりのご紹介でした。芸備線出発列車は主に9番乗り場を使用するようで、8番乗り場からの本数は朝夕に数本となっていました。到着列車に対しては結構頻繁に使われていたようです。今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。